皆さんこんにちは、パチーメこと早乙女珠姫です。いよいよ夏も本番となりまして、暑くなってまいりました。夏はね、大好きな私なんですが、去年の夏はちょっと寒かったというかね、もう夏終わっちゃったのっていうぐらい、まあもう秋になって、あっという間に秋になってしまってね、夏を体感できなかったんですが、まあね、今年はちょっとこの暑さが続いて夏らしい夏を、体感できるんじゃないかなと思っています。この夏なんですが、私が今回体感する義手は、その夏をね、夏に負けないぐらい暑い、暑くて面白い義手なんですね。それは、三強から、登場しております、CR フィーバー天竺 JX です。もうこのね、天竺は私も、以前ね打ったことはあるんですけれども、まだ大当たりを引いたことがなく、今日は楽しみにしてまいりました。考えてみると、三強の機種、ちょうどね、今から1年前にフィーバービーチクラブ JX を、体感しまして、それ以来なんですね、三強さんは。とてもね、なんか久しぶりだなっていう気持ちと、なんかまたちょっと今日は何かいいことがありそうかなというような、三強さんはね、私比較的、まあオカルト的なことを言いますと、まあ、オカルトチックな話かもしれませんが、ちょっとね相性がいいもんで、なんかいいことがあるかなっていう気がします。というわけで、今日もどうなりますやら、早速ホールの方に行ってみたいと思います。そして私が今回お邪魔するホールがこちら、高砂屋本舗さんです。こちらはですね、埼玉県埼玉市浦和区にありまして、駅でいうと JR 浦和駅西口駅のすぐそばなんですね。でまたこちらのお店がですね、レトロな雰囲気でとっても面白そうな、外観をされてるんでね、私も楽しみです。というわけで、今回もどうなりますやら、早速行ってみたいと思います。さて、今回私がお邪魔するお店は、埼玉県埼玉市 JR 浦和駅西口のすぐ近くにあります。お店に入ってまずびっくり。昔を感じるブリキのおもちゃや、景品カウンターには駄菓子が並べられ、とってもレトロな雰囲気でまとめられています。なんだかこの雰囲気を楽しみながら13時間頑張れそうな気がします。今回体感する機種は、久々三強さんの CR フィーバー天竺 JX です。この機種は大当たり確率 344.9 分の1、確変突入率2分の1、全ての大当たり終了後に100回転の時短がつくフルスペックタイプの機種です。この機種最大の注目演出は、お釈迦様が出てきて様々なお告げを出す天竺モードです。はい、というわけで、私が体感するこちらのね、天竺なんですが、ね、このキャラクターが見ていただいてもね、お分かりのように、とてもね、愛嬌があって可愛い。それにまたね、天竺モードね、これが私今日楽しみで、お茶目なお釈迦様と言いますか、それが楽しみでね、今日は頑張って打ちまくりたいと思います。そして私の、目玉によっては、こちらのねホールさん、高砂屋本舗さんから、素敵なプレゼントも用意していただいてますし、また私も、パチーメ賞もね、いろいろめぼしいものを見つけておりますので、どうぞテレビの前で応援してください。それでは実践スタートします。ルールはいつもと一緒で、13時間中大移動はなし。自腹で現金投資、そして間で1回食事休憩を取ります。また閉店1時間前を過ぎたら、やめ時を自分で決めなくてはならないなどです。まずはね、
まだね、全部見たことないんだよね、私。知らなかった、それは。見て、ほら。オーラの色で期待度も変化だって。私が打った時は変わりもしなかったけど。お釈迦様が出てきた時は、このおでこのオーラの色をちょっとチェックしなきゃダメってことだ。はい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 。ここで天竺モードに入りました。およそ50回転に1回の割合で突入します。お釈迦様のお告げにはミッション系と語り系があり、このミッション系のお告げを見事クリアしたら大当たり確定となります。でもいろんなお茶目なお告げや大当たり確定のお告げなどがあって、13時間打つには飽きさせない演出となっています。今のはサゴジョーリーチ SP です。リーチには最遊記でおなじみのキャラクターがそれぞれ現れるんです。諸八戒、サゴジョー、孫悟空の順に期待ができます。そしてお見事、三蔵法師が出たらプレミアム大当たりです。4回転以内に孫悟空リーチをかけなさい。なんかさ、お茶目なこと言うくせにさ、厳しいよね、このお釈迦様。孫悟空リーチが出なかったので、これでミッション終了となります。正常。いいね、いいね。いらっしゃい、いらっしゃい。行くよ、これで。3回転以内に、諸八戒リーチをかけなさい。今赤だったよ。おでこ赤だったよ、ボーラの色が。
これはなってくるんじゃないの。3回転以内にサゴジョーリーチをかけなさい。サゴジョーリーチ、結構しなかったね。ここで本日1回目の大当たりです。お釈迦様のミッションをクリアしての大当たり、やはり天竺モードは期待できそうです。これが初発回リーチ。このままではあまり期待できませんが、 SP に発展するとちょっとは期待できるかな。
ここで最初の大当たり出玉を全部使い切り、再び現金投資となってしまいました。本人もびっくり。大した予告も絡んでないのにロングリーチで大当たり、しかも確変です。何かが始まる予感。
に。抽選が 100% 確変昇格というわけではありません。あしからず。
これでとりあえず5連チャン。ところがところが、この日の私は何かが違う。すみません、ありがとうございます。はい、すみません。なんと時短中の確変引き戻しで6連チャン決定です。久々のこの感じ、くー、目指せ8連チャンって感じですね。そしてこのあと4回連チャンし、結局初めての10連チャンを達成しました。でも確変連チャンに浮かれてしまい、お見苦しい点が多々あったため割愛します。ごめんなさい。皆様、
第2位置をかけなさい。怒涛の10連チャンの後、時短後109回転で単発大当たり。まあまあってとこかな。
ここで13回目の大当たり。今のは吐き出し予告で、沙悟浄を吐き出したのに孫悟空リーチへ発展したため法則崩れで大当たり確定のパターンでした。
ここまで大当たり15回。まだまだ確演中なのですが、以前の収録でのあの記憶が蘇ってしまいました。